はい、これ見てください。最高の人生の見つけ方。こんばんは、速稼塾の久保でございます。今日はですね、最高の人生の見つけ方というものを見てきました。これはですね、天海祐希さんと吉永小百合さんのダブル主演で、されていた映画なんですけども、もともとはね、モーガン・フリーマンさんとどなたでしたっけ、ジャック・ニコルさんのお二人が二十数年前にやっていた映画のこの日本語版というかね、邦画版といいますか、輸入版といいますか、日本人に見やすく作ってくださったんですけども、まあ、以前はね、二人のご老人のお話だったんですけども、今回は二人のね、女性の話に入れ替わっていまして、女性視点の最高の人生の見つけ方ということで、まあ、これはね、むちゃくちゃ感動しましたね。大筋どういうことかっていうと、二人の末期患者、がんの末期患者、こちらが普通の人、こちらが大金持ちというふうなね、2人の女性がそれぞれの末期がんを患ったままで出会って、そしてですね、残りの人生をどういうふうに過ごそうかっていう中で、棺桶リストっていうものをね、作るんですよね。で、棺桶リストは何かっていうと、生きてるうちにやっておきたいことのリストなんですよ。皆さんもこういうの作ったことあります？生きてるうちにこれをやりたいみたいなね、リストをね、作って、それを一つずつ残された時間の中で叶えていくっていうストーリーなんですけどもね、これがね、なかなか面白くって、途中でそのコンサート会場に入るみたいなやつはね、本当にこれね、ももクロちゃんのライブ中にこういうのあったんでしょうね。すごいなと思いますよね。シルベスタースタローンのロッキーファイナル、これも彷彿とさせるものでした。ロッキーファイナルもロッキーのロケーションって、ボクシングの実際の試合と試合の間にロケをさせてもらったみたいなね、本当の観客がなんていうんですかね、オーディエンスになったみたいな感じだったんですけどもね、すごくそれを思い出してすごく面白かったなっていうのと、あとやっぱりね、人間が生きることの意味をね、改めて感じさせられました。普段私たちが感じてること、やってることっていうのは、本当に自分の人生でやるべきことなのかなと、本当に後回しにしていいことなのかなっていうふうに感じちゃいますよね。あ、宮城さんどうもこんばんは、ありがとうございます。で、私は常々思うわけなんですけども、お墓の中とかね、死者がいるところっていうのは、よし、これをいつかやろう、よし、これを明日やろうと思ってできなくって、死んでいる方、そういうところが墓地なんではないかなとか思うわけなんですよね。ちょっと変な言い方になりましたけども、これもともとね、私が、20代の頃にライリアンムーブメントっていう、あるね、宇宙人が宗教なんだよみたいな、科学が宗教なんだよみたいな、そんなね、ところに関わったことがあって、それのアジアセミナーっていうところに、10日間ぐらい缶詰になってやるやつがあるんですけどね、そこに行ってこうね、いろいろ信心受ける中で、棺桶リストを作りましょうっていうふうに教祖のライルさんが言ってくださるんですよね。で、その時に知ったんですよ、棺桶リストってなんだろうと。で、モーガン・フリーマンさんとか出てる映画の中で、最後の人生、最後の3ヶ月になったら本当にやりたいことをやるでしょって、その本当にやりたいことをあなた方はリストに書いているのに、あ、星野さんありがとうございます、書いているのにそれをやってないじゃないですかと。本当だったらね、皆さんも聞いてほしいんですけども、人生で本当にやるべきことっていうのが一個ずつ毎日毎日消えていくはずなんですよ。これやった、これやった、これやった、これやったっていうふうに。でも全く消えずに、むしろ増えてるんじゃないかなと。全然達成することもなく増えてるんじゃないかということなんですよ。で、これアップルのスティーブ・ジョブズさんも言ってたんですけども、鏡に向かってね、本当にそれはあなたが今日やりたいことなのかっていうふうに問いかけながら今日を過ごしてくださいっていうふうなこともね、言われてましたよね。ちょっと正確な言葉は忘れましたけども、私は本当にそう思います。今日やろうと思ったことを今日やらないというね、明日やろうはバカやろうって言いますけども、いろんな人間には時期があると思いますけども、やっぱり私はね、映画を見に行こうと思ったらすぐに今回行けるようになりましたし、ちょっと前の話ですけども、ナイト2000が欲しいと思ったらやっぱりナイト2000買って、それで乗るってこともできるわけなんですよ。で、そういうふうにね、自分が起きた欲望とか物欲っていうのを即消化できるような日々を送ってると、これ物欲がなくなってるって状態、もう発生した物欲をすぐ叶いますんで、物欲がなくなる状態っていうふうになっていくんじゃないかなと思います。でも逆にですね、物欲をあってもなくてもいいんですけども、無理やり押し込めてないものにするというふうなね、形で物欲がないことを美化する、そんな動きがもしあるんだとしたら、私はそっちの方には組みできないかなと思います。人間ってのは、あれが欲しい、これが欲しい、ああ感じたい、そういうふうに思われたい、名誉が欲しいとかね、思うものなんですよ。いや、思わない人もいてもいいんですよ。でも私は欲しいと思うし、会いたい人がいるときは会いたいと思うし、本当にね、いろんな欲望が渦巻いてるんで、その欲望が発生した瞬間に叶える、発生した瞬間に叶えるってことを、やっぱり叶えているっていうかね、消化する毎日ではあるのかなと思うんですよ。で、むしろですね、やっぱりこの前回もお伝えしましたけども、やっぱり完全燃焼って何なのかなと、
本当にね、燃え尽きること、ね、やったぞーっていうふうにね、もう何も燃え尽くすことがないぞっていうような日々をね、燃え尽きるように過ごすことっていうのは、あのたとえね寿命が短くても、精一杯、あ、宮城さんどうもありがとうございます、はい、精一杯生きれば、人生が短くてもそれはね豊かで幸せなんだと私は思うんですよね。長生きのために私たち生きてるわけじゃないんですよ。じゃあ長生きの方が幸せなんですか、幸せの尺度は長く生きたことなんですかって言ったらそうではないと思います。やっぱりね、しっかりとした30年、そしてしっかりとした50年、しっかりとした80年があるはずなんですよ。本当に長生きすることが素晴らしいことだとしたら、80歳の人と50歳の人ね、50歳の人は80歳に比べて不幸だっていう評価になってしまうんですよ。そうではないです。人間ってのは、あの多分ですけども、あのどこまで生きたかではなくて、何を成し得たかなんではないかなと思うんですけどもね、皆さんどういうふうにお感じでしょうか。今回私はね、最高の人生の見つけ方というね、この素晴らしい映画を、あの日本の映画館で見ることができて本当に嬉しいなと思いました。何度もね、あの涙腺が緩むシーンがありまして、本当にね、こう涙なくしてはというかね、そこにはね、やっぱり人間の生きる悔しさとか理不尽とか不条理とか、そういうものが渦巻いてるのかなと思います。で、思ったんだけども叶わないとかね、あ、今年残り2ヶ月でしょ、そう、2ヶ月もね、完全燃焼の60日であってほしいと思います。私はね、今日もね、感情のままに生きれたなと思います。映画を見て悲しいなと思ったら涙が流せるとかね、そして笑えるところで笑えるとかね、こういう風なね、自分の感情に嘘をつかずに、でも怒りっていう感情はなるべくね、消化するようにしてますけどもね、怒りっていう感情は人を言うとかにしないんで、意地悪をしたりとかってないと思いますけども、喜びとか、悲しみとかね、苦しみとか、全ては生きているからこそ受けれるんだなというふうに私は思いますけども、今日の最高の人生の見つけ方の映画を見た時にね、本当に心からこの映画のおかげで私はビジネスができたんだなというふうに思いますし、この映画のおかげで自分のマインドセットが一皮も二皮も向けたんだなと思います。内容についてはね、あまりお話できませんけども、あのもしね、2時間お時間があるようでしたら、この映画見てほしいなと思います。劇場で見てほしいなと思います。私はね、途中3回トイレに行っちゃいましたけども、あのコーヒー飲みすぎて、でもそれでもね、もう一回行きたいなと思いますね感動でした。ありがとうございました。それではまた皆さんとお会いしましょう。失礼します。